バスケットボールチャイニーズ台米代表は中華民国のバスケットボールのナショナルチーム中華民国バスケットボール協会によって編成される中華民国政府が台湾に移転する1948年までの中国大陸全土の代表チームについても当ページに適述する1949年以降は台湾党のみの代表チームとなっている 1959年世界選手権での4位はアジアの男子チームでは歴代2番目の高成績である。元は台湾党だけでなく中国大陸本土も領土としていた中華民国男子バスケット代表チームとして発足。中華民国代表チームは1913年から1934年に行われていた極東選手権大会に参加し、 1921年に上海で開催かれた第5回極東選手権で優勝。1936年にはバスケットボールが正式競技に採用されたベルリンオリンピックと1948年のロンドンオリンピックに出場。第二次世界大戦後の国境内戦を経て1949年に中華民国政府が台湾に移った後もそのまま引き続き、 中華民国の名義で活動する。この時期、国際オリンピック委員会は、台湾の中華民国と、大陸本土の中華人民共和国の2つのオリンピック委員会の加盟を承認し、国際バスケットボール連盟中華民国代表チームは1954年に世界選手権に初出場して5位となると、1956年メルボルンオリンピックにも出場。 1959年にはチリで開催された世界選手権でアルゼンチンとアラブ首長国連邦に勝利して予選リーグを突破して4位になった。1970年代に国際連合が大陸本土を支配している中華人民共和国が中国であると決定して中華人民共和国が国際社会に復帰すると逆にそれまで。 中国を代表する立場であった中華民国はフィバでの地位を失い、中国名義のままでの国際試合に参加することができなくなった。1977年、フィバ事務総長のウィリアム・ジョーンズの配慮により、中華民国協会が開催する国際大会、ウィリアム・ジョーンズカップが創設された。1981年、中華民国の代表チームは、 チャイニーズ台北名義でフィバに復帰した。これ以降のアジア選手権での最高成績は1989年大会での3位。世界選手権、オリンピックへの出場はない。2013年のアジア選手権では、準々決勝で中国代表に96の78で退場し、久々にベスト4に入りしている。ありがとうございます。